よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日なんですけど、ちょっとヒカルさん、ヒカルさんだけじゃない、皆さんなんですけど、前回ちょっと僕その、関西コレクション、これ楽しみにしてて、はい、呼んでいただいて、いろいろ組んでいただいて、はい、もうスタッフの方、はい、ファンの方、いろいろお世話になったんですけど、僕ちょっと諸事情で来れなかったという。まあそうなんですよね。来れなかったのは来れなかったと、事実で、はい、理由は置いといて、来れなかった事実はあるんで、一旦それで、ヒカルさんにですね、代表して、迷惑かけた皆さん、代表してヒカルさんちょっとお詫びで、牛宮城でお肉だとご馳走できればっていうような、座組で今日、もう普通にお肉食べるだけです。はい、牛宮城なんですね、場所が。そうっす。もうここしかないんで。はい、わかりました。本当にすいません。だからまあでも、ラムさんがいなかったも、はい、逆にそこを逆手にとってこう話題になったんで、はい、確かに、まあ、なんとかなりましたよ。まあ、正直ね、ネクストステージの時はラムさんいなくてもなんとかなったんですよ、はい、その後がきつかったっす。あれ、なんでしたっけ。そうめん、そうめんさん、はいはい、あれでもネットニュースになってましたよ、それなったんですけど、2人で歩こうと思ってたところ、1人になったわけですよ。でしかも、全員女の子なんですよ。あー、めっちゃいいやん。20人ぐらいの女の子がバーン歩いていくんですよ。そこに全員が履けてから俺1人だけ歩くっていう。あー、そんな感じ。そうなん、連なって歩くんじゃないんですよ。みゆちゃんっているじゃないですか、はい、あの子がステージから消えた後に誰もステージない状態で俺だけ一人だけ行くっていう、本当にラムさんでやったんですよ。あー、なるほどね。それはやっぱちょっとね、アウェー感すごいなと思いながら出ましたよ。まあでも、うわーでしょ。まあ、まあ、無事成功しましたね。はい、ありがとうございます。はい、すごいな。なんだったらもう一人でよかったっていうコメントとか後で来ました。はい、まあね、各所、はい、そうそう、ぶっちゃけ俺が普通に出るよりは、あの、何、ドッキリあったじゃないですか。はい、正直、あっちも盛り上がってたから、はい、正直思いました、ぶっちゃけ。あとやっぱその、ネクストメンバーも、なんだかんだもう2ファイルの方が好きになってます。なんだかんだ、なんか現場も後で聞いたんです。現場がザワザワしてて、あれ、これラファエルおらんかった方がありやったんちゃうみたいな。こっちは高得点出てるやんみたいになってましたね。現場が。そうです、結果的に。まあまあ、そういうのありました。すいませんでした、本当に。いやいや、まあまあまあ、でも仕方ないですよ、それは。事情があったんで。ですよね。で、実際、今日の普通に、それもあるんですけど、はい、牛宮城でちゃんと食べたことないんですよ。まあそうですね、確かに、ね。おすすめのタンとか食べましたけど、まあ、はい、忙しかったんでね。そうですよね。で、今日なんか普通に、もう今ちょっと時間外ですけど、注文できるってことなんで、皆さんなんかいろいろ選んでもらって、僕も普通に食べたいもん。え、ちゃんと食べに来たことないでしょ。ないっす。やっぱ言って忙しいんで。はい。そうですね。あんま言わん方がいいですよね。はい、そもそも空いてないんですよね。そうですよね。宮迫さんの知り合いだけでも200件ぐらいの街なんですよ。宮迫さんの知り合い多すぎますよね。お願いします。お願いします。はい、お願いいたします。なんかおすすめ、おすすめでもこのタンとかなるんじゃないですか。あ、じゃあタンはおすすめです。はい、その極みタン塩。そういえば俺タンってそれより高いタン。これですね。黒毛和牛。あ、じゃあこれでいいですか。うん。ございます。じゃあこっちでいいですか。黒毛和牛タン。はい、今回は。はい、わかりました。まずそれと、まあ自信作の方を全部もらいたいですね。自信作の。じゃあ自信あるやつじゃん。僕ユッケ好きだったらユッケもらいたいですね。ユッケぜひ。ユッケ。適当なんで、このネギチヂミとかもそうですけど。じゃあこの海鮮ネギチヂミなんか適当におすすめじゃん。持ってきてもらっていいですか。かしこまりました。はい、すみません。一応シェアするんで鶏皿もください。ありがとうございます。いやー、でも本当にあの関西コレクションなんだかんだバリューで1回ダメになって、はい、で当然その翌年なんか出れないでしょ、はい、で去年はネクストステージじゃないから出てないでしょ、今回もこうやったからなんだかんだ出てないんですよ、ずーっと。確かにね、俺もだからなんだかんだ出れないの続いたんですけど、ですよね。そっからまあ3回連続出てるんで。あ、3回連続出てますね。ミッキーがまあいなかったんですよ、はい、で今回は全員揃うかってなったんですけど結局揃わなかったんですよね、今回は。そうなんですよね、はい、あの動画が出てると思うけど、はい、視聴者の半分ぐらいはガチは持ってません、あれ。結局にわかの人って、まあ確かに動画出てない今の時点ではそうかもしれないです。出た後もナチだと思ってるでしょ、絶対。まあいるでしょうね、そういう人は。ね、インスタでも僕、はい、普通に投稿して、はい、ありがとうございましたって投稿したんですよ、はい、普通になんネタバレだし。ほんじゃまあネタバレって分かってる人間分かってるけど、そのみんなのコメントを読んで初めてあれマジだと思ってたってコメントもあったし、まあそうですね、ありやなと思うんですよ、あれ。なんかでも確かにあの2回とか似すぎてるんですよ、声とか喋り方。あー、めっちゃ似てて、しぐさもめっちゃ似てますね。そうなんです、なんか似すぎてても俺は笑っちゃうんですよね、そのいるだけで。ラファさんより笑ってるんですよ。ラガさんと同じこと言っても2ファイル多分受けてますからね。ラガさんの常用感みたいな生まれちゃってだからラガさんネクステの時に来れない時もう2ファイル呼ぼうってやってます、はい、あの人顔出せるしガッツリ食べれるじゃないですかラガさんよりやれること多いですよ。いやいや、顔出せないでしょ、本当は。本当出せないですよ、出しちゃってるんでもう OK じゃないですか。でも2ファイルさんいるんで、だからラガさんもし緊急の時はもう影武者で、あの、なんか二重整形するって言ってましたよ。あ、言ってました。もっと似せるために二重整形してもうちょっと痩せますって言ってました。いやいや、まあね、はい、そうもうシュレットがね、ちょっとね、ラガさんもでかいんですよね、身長が。あ、そうなの、ね、身長がでかいんですよ。あ、そっか、はい、まあ、かなり似てますよ。あ、本当ですか。アクセサリーも一緒なんで、持ってるものも一緒なんで。そうウブロを買ったりとか、靴も100万なり買ったりとか、はい、買ってましたね。ネックレスも一緒なんで。ですよね。で、仮面も割れてるの使ってる理由は僕があげたやつだからあれなんですよ。そうなんですか。そうだから実際僕が使ってたやつなんですよ。で、他にちゃんとして綺麗な仮面はあるはずなんですけど、あくまで僕が使ってたものっていう、まあ、そういうのができるからありよね。ありですね。本当影武者できましたね、本当に。いや、本当に。だから仮面つけてた時の声の似方すごいっすよ、マジで。毒のないラファさんみたいな感じです。
トークは俺そんなに喋ったことないんですけど、ほんと似てますよ。なんかほんとラワさんが言いそうなことめっちゃ言うんですよ。ただ毒はないですもん。綺麗がちょっとないって感じですね、うん、ラワさんから毒全部消えたみたいな成人ラファエルみたいな。ジャックラファエル、はい、一回考えてからからちょっと遅いですよね、うん、確かに確かにあかんやんそんなポンコツやんけ。ただなんか自分で喋るのは苦手なんですけど、振られた時の喋り返しはうまいっす。あーあー、そういう人おる。一人喋りは無理っすけど、振られた時はもうほぼラファさんですね。なるほどな。あ、すごいよな。本番前めっちゃ面白かったですよね。確かに。やばい、めっちゃ笑ってましたよ。へえ。まあでもそういうふざけること言うか、あの人。言う、そんな感じやな。まあ僕嫌いですけどね。酒入るとめっちゃだるがらみしてくるんですよ。頼んだことあるんですか。僕の DJ のイベントに絶対必ず来てくれるんで、すごっ。その時に結局飲んでる席が同じになる時あるんかな、なんかそんなそうですね。で酔っ払って DM もめっちゃしてくるんですよ。もうメンヘラみたいにめっちゃ、はいはいはい、でそれうざいからで LINE 交換しましょうそろそろって言われるんですけど、 LINE 交換したら絶対電話してくるんですよ、そんなやつ酔っ払う。だからもう絶対嫌やつって LINE 交換しないんですよ。メンヘラみたいな DM ずっとしてくるんですよ。2枚の闇っすね。そうなんですよ、まあ、あれ助かりましたけどね、こっちもやっぱり。いや、結果おもろかったっすね。急遽ね、前日に OK してもらって飛行機ですぐに来てくれたんですよ。リハーサルも参加してくれて、まあ、でもいい加減ちゃんと影武者の制度を定着させたいですよ、ね、本当に見つけて。あの人じゃないですかもう。いやあれ違います。やるあの人だと思いますけどね、俺は。あの人、はい、安くて頑張ってくれたら何人かいますからね。あんなにそういう人初めて見たいから。よっぽど似てますよ。全然似てますもん。仮面とだからフードがちゃんとしてるからかな。いや違う、声が似てる、喋り方とも。そんなにめっちゃ似てますよ。え、ほんとわかんないです、ラボさん。本物と同じこと喋られたらわかんないです。うっそ、結構似てますよ、あれ。僕寄った時どうなんでしたっけ。いや、似てないってよ。本当に出るんで、あの人いけると思います。どうですか。その声までちゃんと出しそうですけどね、それ言ったら。今やさん、ったら、あれは無理ちゃう。あれは無理ですかね。聞いてみようかな。なんか企画ができそうですね、今後ね。声だけってもうバレないですよ。仮面かぶったらみんなこんな声になるんですよ、ちなみに。あ、そうなんですかね。こもるんで。でも俺偽もいろんなってきましたけど、こんな声の人に出会ったことないですけどね。特徴的って言われますもんね、僕ね、はい、まあ、でもその酒飲む企画言った時の酒飲む企画とかも僕やりたいんですよ。はい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 、やっぱ一回やりません。あ、いいっすよ。そういう酒飲む。あ、いいっす、全然いいっすよ。でもあれがあるんか、まあ、熱量もありますけどね。電子もあるし。来た来た、柴田さんのやつもあるし。こちら、後輩です。ありがとうございます、はい、来月結構忙しい。俺ら京都も行かなかし、ずっと忙しくな。あー、めっちゃ泊まり多いっす。京都の泊まりって2回あるんですよ。はい、ということでちょっとあの僕もあの本気で食べるんで、ちょっとモザイクで、はい、せっかくなんでこれ、あ、かっこいいね、これが。だからもうあれもね、宮迫さんの店だけど、ヒカルさんの店でもあるわけやから。まあ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 、半分、まあ、まあ 20% ぐらいですけどね。あ、そうなんすか。まあ、気持ち的にはね。いやいや、権利的な問題をしたらまた話変わってきますけど、まあ、宣言としているだけなんで、はい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 、でも今後でも僕安心できますけど、ね、撮影で気軽に使えるじゃないですか、はい、今牛頃 S さん僕ずっと使わせてもらってるんですけど、まあそこも何でも協力してくれるんですけど、はい、関係してくれば気使うというか、めっちゃ偉く気使うというか、まあ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 、すごい、まあそうですね、はい、ここやったらなんか友達感覚で使えるというか、まあ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 確かに、まあ、ありがたいですね。早く半年ぐらい経ってほしいです。だからまあね、もうちょっとね、収まるというか、今はもうパンパンでしょ、ずっと、はい、そうなんですね。それがある。じゃあ食べていいですか。あ、僕も食べます、はい、いただきます。普通に飯して、すいませんでした、本当に今回の件は。いやいや、まあ全然いいですよ。マイさんとも、あの、サラさんも食べてください。マイさん、ほら、これミント、ほら。食べて食べて、ほんまに。ちょ、ほんま遠慮するんとで、遠慮するんとで、ほんまに。今日もマイさん、遠慮なしで、見て。ミント、うん、あ、ありがとう。特別な時しか見てこないからだいぶテンション高い時しか来ないですね。うまいな、これ。うまい。 YouTube チャンネル上で一番絶好調今、はい、え、ヒカルさんなんかずっと絶好調のイメージだ。今多分アベレージ一番高いです。え、なんでなんすかね。なんなんすか、その理由。いや、多分不定期投稿に書いてあるんです。ちょっと話変わるけど、基本ヒカルさんのマネするやん、はい、俺とミグル君って。はいはいはい気づいてると思う。俺だいぶ前から気づいたけど、はい、俺も週2休むことにしました。でかいっすよ、ね、で、ヒカルさんの助言通りやろうかな、ほんまに。そうそうそう。で、今がしかも労力も下がるじゃないですか。そうなんですよ、はい、そのロジックに気づいちゃって。楽っすよね。めっちゃ楽っす。僕もだって今2日に1本とかなんですよ。だからそれこそ週3か4っすよ。ネクストの動画もそこでも上げますよね。週1本っすよ、大体ネクストは。で、今のところ7本か8本連続で100万円全部。そうか、伸びなんです。で、地味にこれ広告収益の話なんですけど、全く落ちてないんですよ、実は。あ、それすごいですね。俺らめっちゃ落ちたっすからね。でも投稿頻度落としても落ちてないんで。あ、それすごいわ。だから結果的に1本あたりの差別高めた方がいいんかなって。そうですね、広告収入、うん、僕はやっぱ落ちる覚悟だっていうとか、まあ、俺も別に広告収入も見てないんで。ですよね。一本強いネタ取れる人からするとそっちの方が熱いかもしれないです。だからラワさんが僕らだった時になんか3本とか取るじゃないですか。あの3本取る労力を1本にまとめたら多分数字伸びるじゃないですか。まあ、そういうことですね、はい、それを今後取っていきましょうってことですよ。確かに、はい、だからもう鬼滅とかのなしですね。なんでだ、はい、あれなしですね。じゃあ鬼滅取るならもっともう全員鬼滅とコスプレとかしないとダメです。
なんだろうね。だから俺の格好ガチで俺のことさせたらダメです。するならね。そういうレベルか。そっか。まあでもそうやな。普通に減らすだけって意味ないもんな。減らした分、うん、それだけするんじゃなくて、そうですね。どうせ半日取るんだったら、ええこと言うわ。確かに。半日でお互いボンズ取るっていうのをテーマにした方がいいですよね。たまにはこういうなんかその企画してへんのもいいじゃないですか。まあ確かに。まあ今回は本当にすいませんってことであれですけど。はい、あこれがじゃああれってこと？タンの、うん、やばいってこと？オーストラリアの肉じゃないってことですよね。違うの。若干高いですよねこれは。オーストラリア和牛ですよね。はい、盛り上げたら極みたんがめっちゃうまいからな。あれより高いわ。あれより高い。出てきたか極みたんの方がなんかよく。確かに。あれいかつ。なんか映えるよな、正直。って考えたら極みたん頼むなと俺は次から。まあ、これは味によるかもしれんけど、あれでも十分うまいからな。まあ何かとうまいですよね。佐々木さんとか前さん、なんか頼めたら頼んどくけど。頼んだら。いいですか、いいからさんいただいてじゃあ。いや、もちろんですよ。それ、メール来ましたから。いやだから本数が減ったから今後絶対俺ら楽になるやんか。そうですね。まあだからうまいっすよね。それこの間食べさせていただいてうまかったもん。気が楽やん、だから今めっちゃ気が楽やねほんま。あ注文じゃあ、じゃあこの4人分で別に食べる。ああそう、残飯で大丈夫です。じゃあ5人分のやつを適当にバーッと持ってきてもらっていいですか。はい。であとこの山芋のやつ、あそこまで、これあと2個ぐらいお願いします。はい、2個ぐらい。はい、あと宮迫さん電話してまだって言ってた。あ、宮迫さん、まだもう来てるでって。あ、忘れちゃって。わかるでしょ。ご飯、冷麺。え、一番その有名というかガリから出てます。あ、ガリです。あ、ガリコレスです。あ、ちょっといただきたいっす。はい、じゃあそれも3つぐらい。はい。こういう喋り方する人好きなんですよ。わかります。わかりました。もうやめてください。ありがとうございます。忙しい。ぐらい済ませてくれよ。ラマさんぶっちゃけあれですよね。本気でしたら平均再生数50は叩き込めますよね。ぶっちゃけ思いません。自分で思ってるよ。ヒカルさんが言ってるようなやり方をちゃんとするんやったらですね、僕ら根本的に言われたことがあるんですよ。とある Google 現役 Now の方と知り合いっていう司会の人がいて、その人言われたことがあって、俺らこの企画絶対伸びるな、今後これやろうなって言ってる企画があったんですよ。絶対これ伸びるみたいな。でその人にそれを言ったら、 Google の人に言ったら、俺は伸びひんと思ってたね、当時思ってた。でも伸びなかったです。結果そもそも感覚はお前らが連れてるって言われたんですよ。ラボさんね。うん、だからそのちゃんとやったらいいのは分かるじゃないですか。クオリティが上がるから再生数上がるのは分かるんですけど、根本だからほんまにあの鬼滅のあのクオリティでおもろいと思っちゃってるもんね、俺かな。もうな、あれガチであれでおもろいと思って。いや、おもろいと思ってるけど数字取れるとは思ってないでしょ。だからああそうね。だから面白いを抜きにして数字だけに特化して、ラボさんが本気で考えたら行くでしょうね。50から100は取るでしょう、ね。行くと思うな。一応ラボさん本気出してほしいですよね。いやでも数字に対してやりたいんですけど、やっぱその E さん以下全員が嫌がるんですよね。めんどくさがるんですよ。いいな、エクセルな。まあまあ、めんどくさいっすよ。俺ら育てしもんな。はい、もうマインドが効率重視だね。今までって光は真逆っすからね。非効率であろうと、1日1本完成させるみたいな。まあね、最近は昨日とか昼から半日過ごして関西戻って日帰りで帰ってきたもんな。ギリギリの終電で。えぇ、ー、昨日、はい、結構やばかった。昨日俺兵庫行きましたよ。一瞬だけっすよ。本当に。本当に実家に滞在時間30分で、とんぼ返りっす。そんな彼らに言ったら、近代がどうのこうのっつって、速攻電話されます、国に。なるほどね。速攻国に電話されます。これって、法的に大丈夫ですか？?Eさんぐらいかな。Eさんぐらい言うよな。はいはい、そうですね。いや、僕出たいんですけど、出たいって、僕が出たいんですけど、みたいな。法的にこれ多分、みたいな。Eさんぐらい言うよな。まあまあ、そうです。文句ばっかりに僕ら。違いますよね、熱量はね。これ何もつけずに行きました。はい、そのままで行きました。うまかったですか。普通にうまかったですね。食べながら、あ、うまっ。箸がないから出ていったらいけるよ。まあ、マイスさんテンション上がってるときは出てる。テンション上がってねえから。マイスさんテンション上がってるから出ていけよ。いただきます。めっちゃうまい。うまっ。味しっかりしてます。ちゃんと塩かかっとるな。ちゃんと塩かかっとる。今日は僕でも分厚い方が好きだったりするんですよ、うん、薄いのもいいですけど。まあやっぱあとあれやった方がいいか。この店ヒカルさんの大好きなそのターンあったでしょ。あれに挟むトッピングでネギっていうオプションがあったことあるんじゃないですか。あるあるネギ塩みたいな。はい、ジュレーンとかどこ行ってもありますもんね。俺ちゃんとメニュー見てへんな。一回ちゃんとメニュー見たいな。でもネギタン塩があるんでそれかもしれないですね。あーちゃんとメニュー見てへんな。見ますよ。はい、いいっすか。一回ちゃんとメニュー見て。すごいな、写真とかもこんな一から全部やってん。ありがとうございます。うわーうわ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 。僕一枚焼きますね。じゃあ、じゃあ俺もちょっと上からなんで一枚焼きますね言うたよ。なんで一回上からいきます。いきます。すごいからなんだ。じゃあ一回いきますじゃないんですね、ヒカルさん。もうこのぐらいですって。ヒカルさんもうこのぐらいですって。いや、これはちょっといや、ほんまにそのぐらいですって。赤いんじゃない。絶対そんなんですって。自信あります、ね、別にもうちょっと焼いてもいいでしょ、別に。
それで言ったいいですけど、いやこんなんやと思うで、もうこんなんやと思うわ、もうこんなんでいかなあかんねん、まあ、よく焼きでね、こんなにいいやつなんだ、これいくら、これでも2,000円やん、まあ、それするわな、それするわな、絶対まあ、そうほんまに普通に一回ゆっくりプライベートで来たいな、ここそっちの方がね、ほんまの意味で、ね、味わえますよ、これバチクソうまい、あーなるほど、4,400円さっきうまい、一つがね、でも柴田さんちょっと油っぽいって言いそうです、それはそういうもんすけどね、サーロインご飯食いたいのか、そう思ってて、どれがいいんですかね、カツ今ご用意してるちょっと、まあ、ちょっとずつでいいですよ、ちょっとずつで一人一切れずつ食べれば十分なんで、てっちゃん欲しいですね、じゃあちょっとでいいんで、皆さんじゃあいただきます、いや本当にすいませんでした、今回は牛肉場のお肉初めて食べるんですよ、え、あ、そうなんですか、はい、うまい、うまい、ガーリックライスめっちゃうまそうや、なにこれめっちゃうまそうや、あ、ユッケビビンバ、こんなん絶対うまいやん、すだち冷麺ね、ユッケジャンうどん、あーうまそうやな、うまそうですね、まっこりまるんや、お前海鮮ネギチヂミ、なにこれめっちゃうまそう、それうまそうですよね、めっちゃうまそうやねんけどこれ、それ食いたいな、え、なにこれ和牛チャプチェって何、あ、チャプチェうまそう、でございます、はい、おー、もそう、それ結構厚切りでございますので、苦手やけどいけるんかな、行ってみていい、でこれポジション的にはレバーみたいなポジションですか、心臓、すげえな、ほんま大変やったでしょうね、これ1から一番高いのなんなんよ、これシャトーブリアンじゃないですか、シャトーブリアンあるんですね、あー2,900円、そんな言うたかって2,900円なんですね、確かに苦手やねんけど食べれるかな、なんかそんな大きいハツなかなかないですよね、ないっすね、ちょっとちっちゃいやつ、ちょっともわからんの、ちょっと食感がいいかも、硬いですか、コリ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 した、そんなことも販売してて、ウローチャとマチャスギチャ、あとどうもシリカとかキヌサラ日本のマッコリ、何これ、レデンって何、レデンレデンリデン、イクモスね、イクモス、あー書いとかなかんカタカナ読まれへん、俺みたいなお前やつ、あとは炎上軍評判良かったっすね、コメントとか、あ、良かったっすよ、めっちゃ、はい、めっちゃ評判良かった、俺の方もだって100万サイズいってますよ、えラオさんの方も結構良かったっすよ、はい、30万サイズいってましたもん、ね、うん、なんだかんだ良かったっすね、ほんまに、あ、臭くない、あ、いい、新鮮ですね、あ、これやったらまだ俺はマシかな、臭くないですね、一気に行くべきか、これ噛み切れそうになかったな、確かに確かに確かに、これね、ちょっと強めのイカぐらいですね、だいぶ嫌ですね臭くないっす、それいけるわ、今ストレッチしたばっかりなんで一杯で読むんですよ、ストレッチしたんですよ、ストレッチ専門の住民さんがいるんで、一時期やってましたね、それね、やってましたね、最近運動してますね、あ、やってんすか、2日だけ、まあ最近っすもんねあれな、一時期だってめっちゃコツなってなかった、バイスさん、それこそ肩幅とかすごいことなってる時なかった、一回変水化してる、そう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 、まああれっすね、運動して食減らしたら今度入らなくなりますね、やっぱでも食続けてないと食入らないんだ、確かに確かに、胃袋はね、今胃袋ちゃんと満腹中枢で変わるんですって、胃袋ってそうっすね、裏返ってる、うわーほんまや、ジュエリー今回だいぶつけてもらってるんで広告の効果やっぱすごいですね、売れてます、それは売ってないんですけど、ネックレス売れてます、ネックス一発売れたらもう150ドルなんですよ、でも細々とやってますよ、そんな集金いかなかったそれ言われるもんって今言ってそんな話聞いたらで細々とやってますから、ほんまにほんまに細々、さっき細々とやってる顔じゃなかった、いやいや、ほんまにほんまにほんまに、そんなに売れてる感じじゃないですね、その売れてんねんけど100万のもねやから何十個も売れるとかないっていう話、まあ、そんなのもう T シャツとかもノリじゃないかな、全然もう数えられるぐらいです、難しいですよね、レオンに見させてもらったら あの効果もでかいですね、確かにやばいですね、レオンの写真めっちゃかっこよかったね、あいつ2代目にしてやんな、観光の外人の人、観光の人だけ出てましたね、何人ぐらい見てるんですかね、何人か分かんないですけど雑誌の中で一番広告案件取ってるのがレオンです、ダントツって言いました、今、1日2回転なんですか、そうですね、大体1グルが5時から7時、ここから6時まで、でもいっぱいなんですね、今日もいっぱいですね、すごない、まあそれは初月ですからね、はい、半年後どうなってるかでしょう、最初はもう予約いっぱい埋まるじゃないですか、予約が埋まらなくなってきてからが勝負だってしますよ、普通にその通常営業し始めて今フラットだから来れないじゃないですか、そのフラット来れるようになった時からが勝負だってしますよ、本気出したら、ヒカルさんくらいのその序列で言うと、まあ僕とか他の人間に、ラファエル1ヶ月期間限定メニューとか、全員とそれでやりました。ああ、まあまあ、そうだね。もう多分、早いと思いますよ。それはまあもちろん。ラファエルがもう作ったガーリックなんとかとか、はい、俺も料理うまいし、やるし、はい、じゃあ。正直そうですね。集客は、ですよね。芯しかないんで、集客は全く困んないと思います。よっぽど欠陥がなかったら客が来おへんってことないと思う。はい、そこに関しては大丈夫ですね。つつみさんとかがよっぽど見せへんかったら。つつみさん次第は、それで言うと。僕まだ3つぐらい僕あるんですよ、牛牛場で客がいなくなった時のプロモーションも思いついてるだけで、でもしばらくでも客はずっと居続けると思うんで、それはもう披露することもなくずっと行くと思うんですけど、僕の手あるんや、3つぐらいあるんで大丈夫です、すごいですね、でも宮迫さんの力が埋まっていきそうですね、しばらくはだから何とでもなるじゃないですか、店長やりますってもうそれ終わりじゃないですか、もう生きるじゃないですか、そうですね、とかだって今度僕動画まだ出てないと思うんですけど15日撮影させてもらってるじゃないですか、オペレーションが大変やから11席しか埋めなかったんですけど、はい、ミニマム30万からでもその時点で330万確定なんです、売り上げが100万とか使う人絶対いるでしょ、その日1日だと500とかも売り上げます、11席で11
ちょ一択か。香川でももうどうするんですかマジで。マジどうするんですかあれ。心配なんですけど。行くっすよ。行くんですけど。何をするかどうする。何するの。エクセルちゃんと言うとての部屋とか、はい、別じゃないと無理やで。一緒にしそうじゃない。それは言った方がいい。ほんまちゃんと言っとかないとその感覚が違う気がする俺ら。柴田さんの感覚が。一番高いところにしましょう。いやほんまそういうことですよ。香川で一番高いところにしよう。アクサとか手足とかいいんちゃう。まあ、柴田さんが行きたいロケの位置関係もあると思うからあれやけど、最初行ったことあるからホテルが広いから。香川しかもめっちゃ遠いでしょ。四国でしょ。だって僕は一回行ってますもん昔。遠いっすね。え、誰行くの当日は。エクセル君。まあ誰か一人なあ、彼の方がエクセル君やな。こっちが二人来るって。あ、そうですね。俺でもブラリ旅したいな。そういうところで地方で商店街とか歩きたいです。3人でいいっすね。でも毎回俺そのキャバクラ担当でも行けるな。それも飲みそうっすけどね。各地のなんか毎回そうあるじゃないですか。でもあれ僕らにしたんだけど、ドギついろ来たらきつい。いやもう怖いだよ。どこか言えへんけどあんなたるやろ。香川とかでそうなるわ。あれエグかったっすね。いやそんなことない。ユーブスだ。で、そのなんか行って撮影で俺が入った時にめっちゃ言うなんかめっちゃ可愛く用意するんでみたいな。ヒカルさん、ラオさん来てください、もうほんと可愛く用意するんでみたいな。めっちゃ自信満々やったじゃないですか、都内でね。自信満々やって、なんか俺らもしてくれてほしい、あといい人そうやなみたいな。そうじゃあ、まあ企画の一部として流れていこうみたいな。そう行ったんですよ。やばかったっすね。でもお世辞でも綺麗ですねって言えへんようなレベルやったっけ。しかもその振りがさ、めっちゃ聞いとるわけ。めっちゃ可愛く出てきますよみたいな振りで、そう出てきた、バーン出てきて、俺らもうリアクション取れへんなって。一瞬なんか固まってしまって、俺らまだ欲しいもんね、中心街じゃないんでちょっとあれですけど、でも愛想いい子なんでとかやったらまだわかんねん。振りがそれやったらいいんですけど、めっちゃ可愛く出てくるみたいな振りがあって、そうやねんで、俺らもう固まってもって放送事故みたいなって。俺らもいや俺はそんなことないやろ。俺はちゃんとやっとったぞ。いや、やってない、あれやってない、あれでもほんまなって、そう時間もええ時間で、何やったらこのまま飲んで酔っ払って、何かあってもええしなぐらいの、もう解散してもええしなぐらいの、もういろんな想像してんねこっちも。いろんな想像してんねん。それやのになーってなった。あとオーパスワンだけはもらおうとしましたもんね。確かに。いやー、きつかったな、ほんまにきつかった。そうなりますからね。地方はやっぱやめよう、地方の客はやっぱやめよう、そうなるわ。もう分かった今。しかも、毎回こっちが演者連れて行って女の子。僕だから女担当というか、ぽい、まあぽいっすね。なんかそういうのでもいいのかな、3人トーク同時配信されるのきついというか。まあ絵的には確かにそっちの方が、柴田さん喜びそうっすけど、ね。あれとかもだから伸びたじゃないですか、ヒカルさんが仕事サボって。あー呼んでたみたいな。あれ柴田さんばっかりだってめっちゃ面白そうっすけどね。旅館とかで柴田さんがね、やってたら。ないのありっすね。旅館の横の壁からめっちゃ柴田さんの声聞こえるわ。壁薄いからめっちゃ声聞こえるんですよ。俺とラオさんが2人でこう飲んでたら壁からめっちゃ声聞こえる。それめっちゃ面白くないですか。それおもろいですね。そうやりたいな、そういうの。壁薄いからめっちゃ聞こえちゃうっていう声。あ、それおもろいですね。どんな旅館なの。俺は気になるな。ラオさんの向いてますよね、そういうのね。はい。1回だからここに出てないでしょ。あの役って結構難易度高いもんな。そうっすね。難易度めっちゃ高いもんな、はい、なかなか見つかんないですよ。そりゃそうでしょ、嫌でしょ。そうなんですよ。探せば無限にそうっすけどね。まあ実際は募集失礼、はい、要はタレント事務所とかから募集するから嫌でしょ。そうです。一般で募集して勝手にこうバーってやったら無限にそうっすけどね。まあそんな何言うんやろ、女系。ああ夜なんか何もないな気がするな俺。虫がいなかったらそれだけ幸せっすね。虫いそうじゃないですか。まあでも時期がまだ大丈夫なの。まだそうっすね。夏ちょっと虫おったらきついな、俺嫌やな。うわ、まあ、そう焼いてきてもらいました。キヤミタン。おお、うわ一枚いただきたいですね。ヒカルさんおすすめのキヤミタン、これはいきたいっすね。せっかく焼いてきてくれたのに。ちょっと待って、一旦うまっ。でもすごいうまいわ。うまいわ。飲みたいな、ちょっと。でも、泥酔旅行楽しみやな。楽しみですね、あれ、マジで。あれは本当に、最後いいっすよ。最後、ちょっと感動しました、残った。でも、今回強いからな、ラオさんとオダケが強いからな。でも、ルーレットみたいなものなんで、僕がめっちゃ飲まなあかん状況になる可能性もあるでしょ。あ、全然あります。そうなんです、普通ですよ。もう、酔うとき、酔うっすかね。今日とかも一杯で酔うときありますから。得意不得意ありますよね、お酒。コンディションありますね。まあ、いろんな種類あるんで、やっぱ。うんですね、そこはね。来た、これ。ちょっと見てこれ、これうまそうや、マジで。てか量めっちゃ多いな。え、これヒカルさんも初めですか。初めです、これうまそう、これ絶対うまいやん。なんなんこれ。絶対うまい、食べて。うまそう、絶対うまいやん。うまっ。熱ないですか。ちょっと熱です。いただきまーす。そう、熱いっすよ、これ。あっ、これめっちゃうまいっすね。あ、うまっ。海鮮の風味めっちゃ入るっす、口入れた瞬間。ちょうどいいっすね、バリバリで。ありなんですね、この厚みも。これはおすすめっすね。メニューにおすすめって載ってるやつだと、ほんまのおすすめなんです。そういうことですね。宮下小原ですね。炎上部付きでやるの面白いですね。ありそうやな、やっぱ都内でやっぱ女担当で僕キャバクラにします、これからは。今回カタのあれですけど、行ったりとかいっぱいあるもんな。ヨナとか回せます。つまらなそうな顔で会話しときますか。ふざけんなよ。現場大変やってんぞあれ。
港区で遊ぶっていうコンセプトをもとに、だからギャラ飲みを呼ぶ時もあるし、タレント飲みしましょうっつってタレントなんとかしてフラビアドル連れてきてとか、今日はキャバクラとか、ほんまのガチなエロ以外にそういうのおもろいかなと思う。だから港区女子って都心部の人が知らないでしょ。そういうのがあんねんで、こっちはギャラ飲みってのがあんねんでみたいな。相席とかのワードとしては知ってるんだけど。あー、そうですね、まあ、マッチングアプリとか。マッチングとかマッチングアプリで集めた人と合コンとかってのが伸びるかもしれない、今やったら。あー、大丈夫ですか、大体変装して合コンしたみんな。あー、確かにね、いけるでしょ、髪だとしたらカツラでダサくなるけど。はい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 、これは面白いですね。いけるでしょ、確かに。だから身につけるものもとかも、なんかもう安いもので、僕はこのままでいいんですよ、顔出てへんから。ヒカルさんとかはもう顔を変装して一般の方として。職業、そうそうそう、職業の設定変えて。そう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 。だからまあ僕はこれ次元なんであれですけど、はい、今日黒髪にしてもらって。はいはいはい、まあ、こちらで保る。それはちょっと確かに伸びそうやな。手間かかるから、でもやめとこう、ランバーのチャンネルは。何やねん、さっきまでのやつ、数字、アベレージの話。うん、やめとこう、それは。でもまあ、ありっすよ、全然。100万サイズ行きそう。行きそう。見たい。名物、ダミクライスでございます。うわ、出た。絶対うまい、見て。誰これ作ったの、絶対うまいやん。うわ、うまそう、これ。うまい、決まったんだ。今すごい量ですね、ガーリックライス。確かに、もうちょっと思った。確かに、やばい。これちょっとやりすぎやな。食べていっちゃおうかな。あれ、ニンニクうまいっすね、やっぱ。うまっ。うわ、うまこれ、宮迫さん、うまい。何回見とったら俺もなんか光るレギュラーメニュー出て決まりそうやな。全然俺、名前使って全然やりますよ、ラファエル本気の。はい、ということで、香川なんですけどっていうところ始まって、はい、見てください、あそこっつって。で、牛の牧場なんですよ。でも、もっきりもゾンキとかでもっきりぶん殴って、牛に行って で、おじさんとか来て、こら何やってんだーっつって、それでボコボコにして、で、牛にやつさせ肉取って。これ1ヶ月、ラファエル宮迫コラボでこれ使いますよね。全然ありですけどね。それでも面白そうやな。でも確かにマンネリ化したいのに、いろんなとこ行くのは楽しいなと思ったんだけど、まあ、やっぱ炎上軍はなんだかんだ絵が持つじゃないですか、思いません、はいはい、こう3人揃った時のこのなんか絵の持ち方強い気がしてて、まあね、なんか特別なこと話しなくてもなんかそれっぽく聞こえるじゃないですか、楽っすね。だからそれはある。あ、合コンやろうかな。んだ、うまい、普通に食ってるわ、ほんまに。カンコレって結局みんな YouTuber 来てたじゃないですか、はいはいはい、話戻るんですけど、トークあったんすか、そいつらと。ないっすね。あ、絡みないんすか。ゼロっす。楽屋が一緒じゃないですか。楽屋もちょっと遠かったんで、本当に合わなかったです、だと。え、合ってないっすね。ほぼ会話なかったっすね。うん、めっちゃ遠かったっすね、楽屋。しかもめっちゃ出番がもう詰め詰めやったんで、余裕なかったっすよ。インタビューとかあるじゃないですか。終わったんです。直前まで本当リハーサルめっちゃしてたんですよ、リクさんの曲の。あ、そうなんですよ。なんか投資で高野上から対列というか、そういうのずっとやってたんで。そうなんですね。結構練習してました、ね、みんなと会って写真撮るとかそんな時間ないんや。俺はなかったっす。そうなんや。まあ本来あるんでしょうけど、楽屋近かった。楽屋が遠すぎてそんな感じにもならなかった。絶対うまい、これチャプチェって外さないもん。こんなにいくら食っても太れんねん。あの DNA のやつ、ヒカルさんと僕同じ感じした体質の。太れへんっていう。あ、そうなんすか。はい、なんか俺そうなんやな。あ、そう、カオさんほんと太んない。太ってるんじゃないですか。お前、同期で殴るぞ。でも太ってるっすよな、絶対。太りました、太りました、太りました。全然違くないですか、そう考えたら。違う違う違う、あの、って会話になったんですけど、この間食ってる量エグいんだよ。あ、そんなんで比べたら太ってない方っていう結論になりましたね。鍛えたらすぐに綺麗な体になるね。もうちょっと絞った方がいいですか。絞った方がいいです。もうちょっと、はい、何キロする、何キロ、10ったキロ数にするわ。じゃあ何キロって言ってもまずいですけど、あと5キロぐらいはあれやん。僕今80なんで723ぐらいも絞った方がいいんじゃない。723、はい、723できたら、あのうちの ひおばあちゃんと中できる。で、その枚数がそれやるんやったら、それやって、それやってじゃん。俺、お前80なん、これ嘘なしやもんな。そうそうそう、ひおばあちゃんまだ生きとんやん。いやいや、ひおばあちゃん手ですけど、それがなんか連れてきますけど、汚い連れてくるけど、男女か分からない女。じゃあ俺が73、7キロ減だったら、それってことは1本取らして、おばあちゃんと中、それあり。俺あり。いつまで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 期限決めよ。その一生でいけるから、期限決めましょう。1ヶ月はできるんですよ。1ヶ月なかったら楽勝すぐね。全然楽勝でしょ。72にしていいですか、じゃあ。え、そんなディープやで。いや、絶対無理ですよ。強制のとこ舐めさせてや。それやりましょうよ。8キロですもんね。1ヶ月8キロ結構下手したらワンちゃん80以上あるよ、俺な。まあまあ、そう、81、2かもしれないです。筋肉多いんでね。なあ、全然いけるな。じゃあ、それやりましょうか。今日が何日？ 10 日？今日9日か。9日。今日9日やから。9日もですね。はい。でも、これ今は嘘ないんで。心配だと後で体重計乗るし。はいはいはい、乗ろう、やっぱり。俺、それ、もっとあるような気がする。乗ろう、やっぱり1回。10キロだからきついでしょ。15とかじゃ。仮に80、俺が3ぐらいあったら。まあまあ、きついですね。いけるような気がするな。全然ディープっすよ、マジで。いいよ、これ、翔さん、約束しましたんで、これ、ほんと、伏線回収してください、1ヶ月後。いや、痩せれなかったら、ラオさんがディープなんすか。まあ。そうなりますもんね、うちの中で。まあまあまあね。わー、マイスタンドの1本、これで動画決まったな、弟子が。いや
俺痩せると思うで。チューは結構きついと思う。チューきつい。でもなんかその動画で言うから浮気にならないじゃないですか。おばあちゃんって浮気にならないでしょ。じゃあもう今日で最後やご飯。ほんまに。でもお酒のあの量やめたらそこ痩せると思うんですよ。酒でかいですね。でかい。酒飲んだらもうちょっと太った時する。飲んでないから。やっぱりそのコロナでこの2年ぐらいで僕も一気に十何キロ太りましたけど、やっぱ伸び出したのその時期なんで酒っすよね絶対。いやー、だいぶ食ったー。ほんまに食ったわ。ちょ、まだね、食べてる最中なんですけど、動画が多分尺長くなっちゃうんで、一旦これで、僕なりの、謝罪ちょっと、もう、これでは、マイスさんがもう、お前許しゃべって、今さっきカメラ外で。ものすごっつ、なんか関西弁なまで食べるし、リーダー。ものすごっつ。ものすごっつ。まあ、それ、許してもらえたってことで、まあ、いいんすよね。はい。はい、まあ、でも次の企画も生まれたんでよかったですよ。おばあちゃんとのキスっていう。生まれてはないですね、まだ。いやー、眠なってきたな。え眠くなってきました。今から撮影する、ヒカルさんの方。まあ、そうなんですけどね。ちょっと。あ、やめてや、今からマッサージ行くと言い出すな。いや、頑張れよ。頑張れよ。退屈だったなと思って、ラムさんの話聞くの。ふざけんなよ。ほんまに、じゃあ、それ次、伏線ができましたね、これで。前さんの週。応援してもらえれば、1ヶ月。僕もお酒飲めませんっていうツイートするんで。医者に止められましたって。医者に飲むでしょ、まだ。いや、飲まないです。もう勝負しましょう。飲まないです。ハイボレーでいいんですね。ハイボレー糖質がない。結局でも量飲んだらダメなんですよね。量がない。ということで、そんな感じで動画を終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。